アイダイブをご覧の皆様、こんにちは。現状三蔵役の関俊彦です。そして、孫悟空役の星藤一郎です。パッピー。パッピー、ありがとうございます。はい、サイギリロードゼロイン。あ、そうですね、始まりますね。はい、ヘイゼル編原作版ということでね、我々もお待ちに待った。そうですね、今回はですね、私、三蔵は、はい、皆さんと途中から旅をしなくなっちゃうんですよね。そんな、だから三蔵一行ですよ。そうなんですよ。でもちょっと、たもとを明かすようなことになってしまって。ちょっと分かるんですよ、ね。で、結局、まあ、ヘイゼルやガトと行動を共にしてしまうという、うん、そっちの方になんかちょっと皆さんにも注目してほしいですね。そうですね。そっちの3人はどうよ。そうです、うん。だって三蔵いなくなっちゃって、あの3人で、うん、まあ、もちろんね、8回も5時も頼りになるから、はい、まあ、悟空としては別に、まあ、安心は安心ですけども、でも三蔵のことはやっぱ心配じゃないですか。うん、そう、悟空と三蔵が離れた時にどうなっちゃうのかっていうのをね、すごいこう皆さん楽しみにしていただいてね、このゼロインの物語をぜひ楽しんでいただきたいなと思いますね。そして何といっても今回は原作通りのストーリーの展開なので、最後にいよいよヘイゼルの正体が分かるというところと、そうか、ようやく、そして宿命の敵と言ってもいいでしょうね、いっちゃいますか、五穀三蔵法師、これと三蔵法とのね、この死に物ぐりの戦いというか、死に物ぐり見れちゃいますね、見せちゃいますよ。やっぱ最有機なので、すごいこのバトルアクションも、やっぱりこう、うん、動く、アニメーションで動く最有機、三蔵一行をね、すごい楽しみですよね。はい。はい。楽しみにしてください。よろしくお願いします。最有機リロードのゼロイン、ぜひご覧ください。